タチウオのオフショアジギングでおすすめのメタルジグについて解説させていただきます。まずこのケースは遠州と知多半島でジギングやる時のメタルジグが入ってます。重さはすべて 200g です。遠州も知多半島も 150m ぐらいのディープエリア攻めることが多いので、かなり重めのメタルジグ使うことになります。これ3種類しか入ってなくて、1つ目はこれです。クレイジーオーシャンのメタボスイマー、正直言うとこのメタボスイマー1種類だけでタチウオのオフショアジギングって完璧にこなせますんで、他のは別に買わなくていいんじゃないかというぐらい信頼しているメタルジグです。めちゃくちゃよく釣れる。次にこれド定番ですね、ダイワの強化セミロング。強化のセミロングは値段が安いのでラインブレイクしてもそこまでお財布は痛まないというコストパフォーマンスの高いメタルジグになってます。そしてこちらですね、ヨウズリのブランカ、スーパーロングセラーです。ブランカといえば僕が子供の頃からありますんで、もうかれこれ30年以上も定番として君臨しているメタルジグになります。この3種類ぐらいしか正直持ってません。いくつか良さそうかなと思って買ったメタルジグはあるんですけど、現場に行くと必ずこの3種類のどれか投げてます。一番よく釣ってるのがこれですね、メタボスイマー。本当にタチウオのジギング、これだけで OK です。タチウオのオフショアジギング用メタルジグ、もう一つケースがありまして、これは大阪湾でタチウオやる時のメタルジグが入ってます。重さはすべて 150g です。でメタルジグの重さって船長さんが必ず指定してくれますんで、もうそれだけ持っていけば OK です。基本的には隣の人とお祭りしないように船の中で重さ揃えるんですけれども、大阪湾の場合は 150g ということですね。僕はタチウオのオフショアジギングやるとき、だいたい大阪湾行ってるんですけれども、この3年ぐらいずっと釣り込んでみて、一番よく釣れてるのがこのメタルジグ、クレイジーオーシャンのメタボスイマーです。大阪湾でやるとき重さは160選んでます。おすすめカラーはパープル、これが一番よく釣れます。他のメタルジグの2倍3倍の釣果を叩き出せる、それがメタボスイマーですね。圧倒的です。大阪湾でやられる方は特に覚えていただきたいメタルジグになってます。タチウオのオフショアジギングは秋が一番よく釣れるんじゃないかと思うんですけれども、大阪湾の場合はベストシーズンが10月になってます。よく釣れる日だとか反応がいい日はこういったセミロング系のメタルジグ、勝負が早くておすすめです。僕は2種類使っております。これがダイワの強化セミロング、タチウオのメタルジグとしては基本中の基本です。値段も安いので割と気楽に投げられるメタルジグですね。そしてヨウズリのブランカ、これもねやっぱりロングセーラーなんで信頼性の高いメタルジグになってます。タチウオモデルとしてこういうキラキラのホログラムカラーも
売られております。夏の気配が残ってる暑い時期だとか、寒さが本格化した冬の時期っていうのは全体的にメタルジグへの反応が落ちるんですけれども、特にセミロング系のメタルジグ超過が落ちるんですよね。そういう時に独壇場になるのがメタボスイマーです。やっぱりメタボスイマーといった感じなんですけど、このメタルジグの特徴は完全にセンターバランスなので、こう水平に落ちてくれます。でこの動きが活性の低いタチウオを直撃するみたいで、釣れ方が半端ないですね。セミロング系で全然釣れないよという時期、あるいはそういう日、メタボスイマー投げてみてください。倍じゃ効かないですね。3倍ぐらい釣れます。他の方がちょっと苦戦してるような日でもメタボスイマーでボコボコに釣れますんで、もう本当におすすめです。もう大阪湾行かれる方はもう間違いなくこれ買っていってください。 160g のパープル、この間もこれで店屋の方の 1.5 倍ぐらい釣って竿頭取らせていただいたんですけれども、完全にこれです。メタボスイマー 160g のパープル。なんでパープルが釣れるのか自分でもちょっとよくわからないんですけれども、まあ、パープルとかピンクとかね、タチウオには非常におすすめです。フックセッティングについてはいろいろやり方があると思うんですけれども、僕の場合は全て似たような感じで踏んでおります。まず後ろがスクエアフックですね。4本針、タチウオジギング専用のものがいくつか出てますんで、まあどれを選んでいただいても大体似たような感じです。中軸のバーブレス、この4本針を使うことによってフッキング率が8倍ぐらいになります。めちゃくちゃかかる。素手で取れることも多いんですけれども、よく使ってるのがこちらです。ジャッカルのアンチョビタチウオフック、フッ素コートでスパスパ刺さる。前がこんな感じですね。こっちがロングジグ用の若干リーダーが長いタイプ、そしてこちらはタチウオ専用の商品です。中軸のバーブレスフッ素コートで、このリーダーの部分がワイヤーになっております。タチウオの鋭い牙でもワイヤーは切られることがないといったところですね。ダイワの強化フック SS ツイン、最近はねタチウオ専用のメタルジグとかフックとかいろいろ売られるようになってますんで、釣り具屋で気に入ったものを探していただければいいかなと思うんですけれども、まあ、僕の場合は前がダブルで後ろがスクエアといったセッティングです。まあ、前もね4本針でできないかなと思っていろいろ試したんですけれども、ライントラブルがちょっと起こっちゃったということもありまして、このセッティングに落ち着いております。どれだけしゃくってもこのセッティングならライントラブル絶対ないです。まあ、ベーシックですけれどもね、やっぱり基本が一番、そんな感じかな。今回ご紹介させていただいたメタルジグの他にもちょっと使ってみようと思ったのがいくつかありまして、これなんかはジャッカルですね。そしてこのイワシくん、むちゃくちゃリアルなメタルジグなんですけど、リトルジャックということで、若干クノジボディでね面白いなと思ったんですけれども、
またいろいろ試してよかったらご紹介させていただきますんで、動画の方楽しみにしていただければ本当にありがたいです。今回はどうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、どうかよろしくお願い申し上げます。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。